はい、皆さんこんばんは、こんにちは、シュウです。今回の、テーマとしては炭酸水素ナトリウムは有機物か無機物かというところです。最近ふと考えた時に炭酸水素ナトリウムって有機物なの無機物なのって思ったんですよ。で、あんまり出てこない問題なんですが、まあでも高校入試たまに出てくるからちょっとマニアックな授業をしようかなと思って今回は用意してます。で、炭酸水素ナトリウムって化学式何やって言ったら、はい、NaHCO3 ですね。ナフコ酸ですね。ナフコ酸でね、なんか覚えたりとかするんですけど、僕はそんな覚え方しないんですけど、で、これでね、なんですけど、あれ有機物って中1になった時に、そういえば炭素を含むもので、燃やすと水と二酸化炭素が発生するもの。あれこれちょっと考えてみたら、ね、なんかこんな化学式やったと思うんですよ。これやってるかな。まあやってるとしましょう。まあこんな感じです。ああ、水と二酸化炭素発生するじゃん。あれって思ったんですよ。で、それでちょっとテーマで有機物、無機物でどういうものかっていうのをちょっとお話ししていきたいなと思って今回は撮ってます。昔有機物、無機物、まあ18世紀頃ですねっていうのは、有機物っていうのは生物由来と言われてます。どういうことかって言ったら、神様が作ったものやから人間には作れませんよと。で、神秘的なものだったんですよね。で、その有機物の由来で、今ガスとか石油製品とか、まあよく出てくるのはペットボトル、メタン、ロウソクっていうのは有機物に入ります。で、なんか生物由来ってこいつらもなんで生物由来かっていうと、もともと生物の遺骸とか生物のガスが分解されてガスができてできたもの、生物由来のものなんですよ。だけど1953年にユーリとミラーという人が人類でアミノ酸を作ったんですよ。これめちゃめちゃすごくて、その次に、まあ、尿素も作っていくわけですけど、昔は作れないものが作れるようになって、有機物と、まあ、無機物、まあ、有機化合物という、まあ、無機化合物の分類ができなくなって、最終的に今はどういうふうになっているかって言ったら、中学生では炭素を含むもので、燃やすと二酸化炭素と水が発生するので、これって炭素を含んでるんですけど、あの炭素をね燃やしても、まあ、燃やすっていうか、まあ燃し、まあ、やってもこうやってあの二酸化炭素水発生しないんですよね。なのでこいつらって無機物なわけですよ。無機物、結構これ疑問に思われる方多いんですけど、これは無機物です。で、今回の解法としては、燃やすとって中学1年生燃やすそうだったんですけど、中学2年生では燃焼と言います。で、この反応って何やって言ったら、はい、これって分解の反応ですね。分解したってことですね。分解の反応なので、燃焼じゃないので、炭酸水素ナトリウムは、分解なので丸に当てはまらないってことは、炭酸水素ナトリウムは無機物というものです。で、よく結構間違いやすいのはこの問題です。まあガスとかその石油製品は絶対あの有機物です。だからこれ有機物、で、この4つ、この4つは無機物になります。1,2,3,4、これね、これ無機物になります。結構なんか不思議で、中1か中3で入試問題解いてても意外とパッとしない問題だと思うので、もしよろしければ今のポイントで覚えてもらったらなと思っております。はい、これで一応以上です。ありがとうございました。